昼飲みは真理だ。真理だ。真理だ。そうです。こんにちは。僕は PRT のボーカル、千代と申します。今、西高島平に来たんですけど、なんでここに来たか。最近僕が新チャンネルになんか出てるんじゃないですか。今日も新人と一緒に撮影に来たので、撮影に行きましょう。昨日ライブが終わって、朝あんまり寝なくて今撮影だから、ちょっとビタミン食べていこうかな思って。何を食べようかな。じゃあ1人分のビタミンが全部入ってあるこのものを選びます。通りました。次欲しいものはチェンさんのなんか事務所に結構週1回とかもう2回とか行くから、あ、歯ブラシとかあったらいいんじゃないかなってなんか思って、歯ブラシ買います。歯ブラシ結構高いね。300。歯ブラシ高いよね。 OK 決めた。一番安いものにしよう。ビタミン飲みながら歩いていているトロですよ。めちゃくちゃ綺麗な静かな住宅街です。住みたいです。本当に皆さん見えますか。ルアーエンターテインメント、かっこいい。いや、すごい。じゃあ履いてみましょう。今ちょっとなんか普通の動画と顔が違うんじゃない。なぜかというと照明がもうすごいこと、すごいこと、なんか番組作る会社のようななんか照明がめちゃくちゃついてるから、もう顔が全然違う。すごい。これからチンネイと一緒にチンチャンネルのライブしてて、なんか食べ物行くと思うんですけど、今日の食べ物は何ですか？教えてもらえますか？チャジャメン、タクシュー、ジャンボン、カシュー、いやーゴーゴー。今ご飯食べてまた撮影に行ってるんですけど、チンネイの車です。色紫、ポラエちょっと昼飲みしてちょっと盛り上がっています。いいナッスルン真理だ。はい、ナッスル真理。昼飲みは真理だ。真理だ。真理だ。そうです。今日も撮影頑張って撮って帰ります。これ帰る道になんか本当に天気が良くて、なんかみんなに見せたいなとなんか思ったんだけど、空を見てください。日本に来てね、なんか良かったと思うの一つの中で、本当に空が綺麗なこと。ザザー、うわー、絵みたい。空を飛べよう。それではまた会いましょう。